配下金堂、それは全キャラカンストを目指していく物語である。わっさっ、やぴまるです。はい、ということで今日はですね、配下金堂33日目やっていきたいと思うんですけども、厳密に言うと34日目なんですよね。はい、ちょっと外にいて動画撮れない時があったんですけど、一応ねスマホで録画してきたので、まあどういうことやってたかっていうのをね、皆さんに今日は共有しながらまずやっていきたいと思います。ということでやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いきますよ、レッツゴー。はい、じゃあ早速やっていくんですけども、まずですね33日目の状況ですね。はい、まずカニカーニで、こんな感じでね、ハイパーチャージとかいろいろ売ってるんですけども、またカニの金がねえということで、エメラルドをまあ課金していくっていう感じになってますと。はい、でこの状況的にはハイパーチャージのキャラクター、ハイパーチャージを持てるキャラクターがいないので、ないのにハイパーチャージを買う必要がないのにハイパーチャージをまた買わされるっていう状況下です。まあクレジット500はすごい嬉しい、ハイパーチャージもらえないんで1000コインっていうね、5000コインにしろやみたいな話なんですけど、で次スタードロップを見てなかった、5個ぐらい、5か10、はい、買わせていただきました。10っぽい5ですね。はい、5とクレジットか、あクレジットコインわかんねえ。で、またなんか買おうとしてるんですけど、エメラルドが足りねえということで課金していく。いや、まあ正直ね、エメラルドの使用量がえぐいっすね。はい、これ何、外で録画してるんですけど、マジでめっちゃ課金してんなって思いながら、自分でね改めて動画撮影中だと分かんないんで、はい課金だからいっかみたいな感じなんですけども、こうやってスマホでね外でやってると、ちょっと異常に顔認証すんな俺みたいな、はい感じでした。さあ、じゃあここまでの課金で編集マンさん、今総課金額いくらですか、出しといてください。これで多分最後なんですよね、カニのカニ、カニのカニじゃない、おお、なんか出たガジェット、嬉しい、忘れてたもん。そう、カニカニで今もう使ったエメラルドがね、多分最後、これで最後だと思うんですけども、まあいくらでしょうかっていうお話です。うおー、なんかレジェンド出してるやん俺。いや、しょぼー。1000コインはしょぼいよ。もうこの時の俺忘れてますね。もうすでに。何をしたか忘れてる。で、レジェンド、おー、あ、美味しい美味しい美味しい。スーパーチャージね。まあ、マックスはスーパーチャージ派です、僕は、実は。はい。動いてればウルト溜まるんでね。で、次なんですけども、ショップですね。まず無料でゲットしていくと。はい。ほんで、あ、そう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 、このね。世界大会のファングを今から買っていきたいと思います。そう、ちょうど出てたんですよ。まあ、この時ブロスタの解説、5対5の試合の解説してたんで、その時の録画っすね、これ。で、170エメラルドをゲットして、ファングのスキーもゲットすると。はい。で、今からエメラルドを、まあ、全部これ買っていくんですよ。俺だけレベルアップな剣についてのオファーが来てるんですけど、エメラルドをま、全部使おうと思って悩んでます。どうしよう、みたいな。で、まあ、コインに使うってわけですね。はい、ということでこんな感じでね、コインをまず全部買っていくっていう感じですね。元からあるエメラルドはコインにしていくと。で、謎にファングで買った時に、ファング買った時についてきたエメラルドも、コインにしてしまうっていう感じですね。まあまあ、ルール的には合ってるんで。はい、じゃあこのスペシャルアップのやつを課金していきたいと思います。はい、ということで今ね、3200円を2個課金したんで、総課金額はこちら。で、このクレジット820、美味しいよね。はい、で、ここも全部買っていくっていう感じですね。ここで多分今終わってると思うわ、俺。はい、ということで続き、行きましょう。はい、ということで、さっきのが33日目なんで、今が34日目っていうことでやっていきたいと思います。実は意外とトロ上げもしてたんでね。はい、あんまり上がってないけど。さあ、じゃあまず、このスタードロップを引いていくと。おい、はいはいはい。おい、いらない。ダブル経験値、いらない。で、ついに、ハニカーニがなくなりましたね。なんか、スポンジボブコラボは本当に終了したと言っても過言ではない感じですね。はい、そして、こちらも、スプレーね。
なんかその寿司のスプレーらしいです。毎日もらえるんでね。で、スキンのこのウォーリアボーは、あーこれ買っとく？いや、いや、これドラグンベルさ、なんでこれエメラルドで買えないんだろう。あ、エメラルド、ちょ、あれでなんで買えないんだろう。ジェルチップ、そう、なんでジェルチップで買えないんだろう。まあいいや、一旦俺これ欲しいんですよ。そう、これ限定オファーなんで買います。今余ってるんでね、エメラルドが。これはだから前回の余りです。これはスキンとか適当に買っていいやつですね。はい、オッケー。はい、買っていく。131M もだから、まあ、コインとかなんかに使いましょうって感じですね。131M だから、まあ、スキンか、いや、コインにしよう。コイン買います。OK。これでなくなったんちゃう？あ、まだあったわ。よーし、OK。で、今から、はい、また来ました。俺だけレベルアップな剣と、あとこのガジェットね、ホームメイドレシピ来た。で、今から課金する額を計算していきたいと思います。はい。ということで、今日課金するのが466エメラルドということでね、じゃあ課金していきましょう。あ、そうだ、今日ね、ブロスターパスが18時に確か変わるんですよ。ほら、あと1時間なんですけども。で、変わると、スーパーセルストアがリセットされるんで、そっからまたね、そっちで課金していこうかなと思います。今回はスーパーセルストアで買う必要がない。もうね、ずっとないんですよ。リセットされないんで。はい。なので今日リセットされるから、うん、って感じです。はい、じゃあ今日も3200円と1600円を一つずつ買っていきたいと思います。はい、ということで買ってきました。合計で4800円課金したんですけども、現在の総課金額がこちら。よし、では買っていきます。いや、これ買えるの嬉しいな、正直。うん、ガジェットここに並んでくれるのは意外と嬉しいかも。はいはいはい、 OK。で、だいぶコインとパワーポイントが今めっちゃ溜まってるんですよね。なんで今日はキャラクターを強化していきたいと思います。アンジェロをパワー11にして、 OK。 はい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 、はい、じゃあね、結構レベルアップしてきたんで、で今回ね、これ見てください。この前の5対5の予想のやつね。はい。1000ポイント全部溜まってるんで、ここら辺を受け取っていきたいと思います。忍者ピン。はい、こっから9個、スタードロップが引けるということで、俺はこっから、レジェンドレアスタードロップを出したい。まあ、廃課金はまあいいから、無課金の方はちょっと出したいなと思うけど、こっちはね、許すわ、レアでも。無課金の方で出てくれるんだったら、俺はもうこっちね、いくらね、中身が悪くても、あ、泣かないの、そんなに。B ね。そんな泣かないの。そう、いくらね、悪くても俺は許すよ。おー、まあまあまあ、いいんじゃない？ええんちゃうの？まあ、こうやって言っとくとね、レジェンドレアって、急に来ますからね。めんどくさいな、一回一回戻るの。受信箱のところで止めててほしい。おー、まあまあ嬉しい。スプレーが一番使わないけどね。マジで言ってんの？え？あれ、レジェンドリア確定だった今。違うよね。え？俺やばくない？マジで。てか、廃課金すごくない？なんかもうわかんない。課金した方がレジェンドリアのスタードロップが出やすいのかもしれない。もしかしたらね。そう。優遇されてない、絶対俺。こんな出る？やば。えぐー！あ、いらん！あ、言われてたの忘れてた。ちょっと待ってください。あ、忘れてた。やばい。これね、コメントで言われてたんですよ。この、ジュエルチップを使って、ザコスキンをいっぱい買っといたら、レジェンドラスタードロップから出ませんよって言われていたんですよ。忘れてたわ。うわ、最悪だわ。レジェンドラスタードロップ1個無駄にした。はい。ということで、じゃあカタログで見ていきましょう。ハイパーレアスキンを買いまくろう、じゃあ。はい。もう買いまくろう。ザベスって俺何のスキンだっけ？ないか。よしよしよし。これいいのよ、アンバー。なんかサージのスキンめっちゃ買っちゃってるイメージある。使わないけど。あ、こちゃダメ。なんでこれ買ったの俺。ガチバトルで出るじゃん。俺もったいな。いや、ちょっと、なんでモーティス買った俺もダメだ。もう、いる？ちょっと待って、まあ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 。こういうのが出る方が嫌じゃん。なんで俺ハイパーレア買ったんだろう。え、何してんだ俺。ちょっと本当に、アホチンだ。これ使わないからこんなの。あと10個買えるよ、このスーパーレアだったら。よっす。パムはトレーダーパム一択です。なんかスーパーレアめっちゃいいのあるね。あんまりね、いらないけど。OK, OK, OK. 終わった。よし、だいぶスキン買いました。では、スタードロップを集めに行きたいと思います。今日一つ目のスタードロップ引いていきたいと思います。Rare。
何もなかった。はい、バレてませんよ。あー、にょはせよー。あ、違った。すぐ死ぬよー。すぐ死ぬよだった。日本語かよ。サレヨン追いかけてきなさーい。ほら、いるよー。ダルリーが転がってくるのは分かってると。来た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 。ほんと来た。うれー、おとじゃー。やばい、ちょっと届かん。あと、いた、いた、いた。死にたくない。オッケーオッケー、危ない。ガジェスタパないからさ、スピード感ないわ、俺。え、すごい。ふっ、集まれ。強い、普通に強い。はい、ということで、じゃあ7キル0です。ということでね、はい、スタードロップ2つ目引いていきたいと思います。スーパーレア、最後のスタードロップ引いていきたいと思います。スーパーレア。じゃあ今日は特になんもないんで、あ、でももう引いちゃうか、これブロスターパスがね変わるんで、全部引いてみましょう。いや、次サージのさ、あれだよね。おえ、なんかスーパーレアで今スプレー出たね。あ、出るんだ。そう、次のブロスターパスがサージのブロスターパスなんでね、結構楽しみですね。はい、じゃあ今日はこれで終わり。はい、ということで、配下金道35日目やっていきたいと思います。いいね、35日目。じゃあ、ショップ見ていくんですけども。お、そうじゃん。ブロスターパスが新しくなったんで、今回はそれを買っていきたいと思うんですけども。まあ、あとはこれか。ここら辺ゲットして。はい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 。もう使わなそうですね。OK。で、メガボックス無料が来てるのと、まあ、ショップはこれぐらいか。今日めっちゃ少ないっすね。OK。じゃあ、まずメガボックス2つ開けていきたいと思います。よいしょ。雑魚やん。え、やばい。おー、4!ワンチャンある ?6? あー。まあまあまあ。そんなもんでしょ。メガボックスなんてそんなもんでしょ。はい。ということで、じゃあ、ブロスターパスを買っていくんですけども、まあ、久々にね、マイホームに行こうかなと思います。はい。ということで、来ました。マイホーム。ここでちょっとブロスターパスを買っていくんですけども、まあ、皆さんね、一応リセットされてるんで、こんな感じで。まあ、この説明をすると、スーパーセルストアっていうところで、ゲーム内の、まあ、課金できるやつをここで課金することで、こうやってポイントが溜まっていくんですよね。で、ポイントが溜まると、こんな感じで、レジェンドラスタードロップだったりとか、クレジットとかの、ボーナスがもらえるんでね。もし課金するとか、そういう方がいるんだったら、まあ、このスーパーセルストアで課金することをおすすめします。はい。で、ほら、なんかもうすでに10エメラルドもらえるっていう謎にね。はい、サイト概要欄に貼っとくんで、よかったらね、やってみてください。では課金していきましょう。あー、そう、これね、皆さん課金するときにここにヤピマルって打ってくださいね。 OK。 じゃあこれで買っていきたいと思います。はい、ということで買ってきました。こんな感じでね、ボーナスで10個エメラルドがまずもらえると、あとブロスターパス買って、コインとクレジットとスタードロップがもらいました。はい、こんな感じですね。だからスーパーセルストア、よかったら使ってみてください。ほら、こんな感じで。うおー、いらぬ。バズのスキンって本当にいいのが多すぎて、本当に本当にいらないよねっていう感じで。そしたら、買ったらこんな感じで有効にするっていうボタンがあるんで、使っていきまーす。いや、嬉しい。あ、ちなみにブロスターパスプラスしか買えないんでね、そこはね、皆さん結構注意した方がいいと思う。よっしゃー、マジで嬉しい。これドラコ解放できるんじゃね、今日。いや、マジで嬉しいんだけど。はい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 。で、このね、ピンズ、誰も使わないでしょうと思ったら、クルが使ってた。このピンズ誰が使うねんとか思ってたら、しっかりね、使ってる人いました、近くに。ほい。いや、無課金もなー、欲しいな、ブロスターパス。昔さ、エメラルドで変えてる時があったんですよ、ブロスターパスを。あの時に戻してほしいですよね、もう、現金やめてくれって感じですけど。エメラルドで買わしてくれよって。毎回思います。よいしょよいしょ。ドラコまだか。あ、いけるぞ。行ってくれドラク。まだやまだまだや。よし、まあこんな感じか。
OK。ということで、お、エメラルドめっちゃ増えちゃった。じゃあこれは、どうしよっかな。コインに使う？はい、ちょっとコインなくなったんで、まあ、既存のね、今残ってるエメラルドは使い切らないといけないので、コインで使えます。まあ、まあ、コインでいくか。よし。次ちょっとスキンとか買ってみようかな。オッケー。よし。はい。そしたら、ちょっと別の課金をしていこうかなと思います。今回49エメラルドが必要なので、こちらを課金していきたいと思います。はい。49エメ必要なんですけども、まあ、この80エメ。そうですね。これ課金していきたいと思います。はい。ということで、エメラルド80個が届きましたと。あ、忘れてた。現在の総課金額。じゃあ、ブロスタパスと、この、今の80エメ。はい。買ったやつで、今の総課金額、こちら。まあ、結構課金してそう、本当に。でも今日買うことなかったらあんまり、804しか増えなかったんで。OK、じゃあ今日は、まあ、最後ちょっと、クエストだけ回収して終わろうかなと思います。はい、一つ目のスタードロップ、回収 !No! 二つ目のスタードロップ、お！おー、ウルトラ、おー !Yeah! はい、ということで、ガチバトルやっていきたいと思います。クエストがね、あったんでね。これ、ケンジ使える？ケンジ。あ、しかもガジェットゾンマイ来たわ。ダイマイク！ほい、ほい。で、ビビがいるんで、飛びます。お、エドガーと一緒に飛んだ。で、ガジェットゾンマイ回復。あ、ボール取っちゃったよ。やばい、ダイナ倒そう、先。オッケー。ここや絶対やばい、ちっちゃかった。オッケー。ケンジさぁ。うわ、これ絶対気持ちいい。うひょーうひょーうひょ ー, ひょーやばい。負けそうな雰囲気ある。うらぁ誰持ってんの俺かーい。よし。お前かい。お、来た。ブロンズ2。じゃ、ちょっとマンディのスキン出るらしいんで、今から出していきたいと思います！レッツゴー！うわー！ちょっと皆さん待ってください。ちょ、今クエスト回収に来たんだけど、無課金がいたんだけど、ちょ、探すぞ、俺は。確かエドガー使ってたわ。ガチ探そう。ガチどこ？いた、ほら！うわ、無課金にやられる。はい。ということで、3つ目のスタードロップ引いていきたいと思います。OK。まあ、無課金にやられてしまったんですけど、クエストだいぶ終わりましたね。めっちゃ進んだ。あ、そんなんでもなかったわ。よし。まあ、今日はじゃあ一旦こんなんでいいんじゃないでしょうか。意外と取れ高あったっぽいし。はい。ということで、じゃあ今日のハイ課金度はこれにて終了。皆さんよかったらスーパーセルストア使ってみてください。ということで、お会いしましょう、皆さん。それでは、わらばー。